はい、今日は前哨戦初めてちゃんと当たるのは前哨戦として当たるのは初めての前哨戦で、なんかリカさんを久しぶりに感じて、ものすごくやっぱ強さだったり凄さだったり、あとやっぱリカさんにしかない、辰巳リカにしかない、なんだろう、凄さをものすごく感じました。なんか言葉で言い表すのは難しいんですけど、やっぱり横にいてもそれを感じるけど、対角に立つとそれがまた違った角度、もう真正面からリカさんを感じることができるので、そこはやっぱり怖いなとも思ったし、このリカさんみたいにやっぱ横にいて強くなりたいと思ったので、そのリカさんに勝てるチャンスなので、先週言われた時は驚きがどうしても出てしまってたんですけど、でもやっぱり 今リカさんが来てくれたからこそ、今が絶対これ勝つ時なんだって思うので、リカさんに勝てるように有明まで1ヶ月頑張りたいと思います。今日は辰巳選手自身がちょっとあんまり、はい、その自身のコンディションが良くなかったとおっしゃったんですけども、はい、その辺はこう感じましたか？そうですね、当たる、こんなにちゃんとリカさんに向き合うこと自体が久しぶりなので、やっぱり2年前とかにシングルで戦った時よりもリカさんもずっと加速し続けて成長し続けてるんだなっていうのを感じたので、これがコンディション良くないだとしたら、ますますえ、怖っリカさん怖いです、はい、怖いです、どうしましょう、はい、頑張ります。やりづらさってのは感じました？そうですね、私はもともとリカさんとは戦うよりも組んでる方が楽しいし、やりやすいし、好きなので、なんか対角に立つことで、なんか初めて見るリカさんの顔だったり、そういうのを見て、なんだろう、率直にビビリなので怖いなって思いました。まあ、その辺の怖い思いを有明までなんとか、そうですね、はい、そこら辺をしっかりしなきゃなって思うし、やっぱりでもそういう部分で言ったら、私もこの半年間でインターナショナルのベルト持って、初めて戦う海外選手をこの数ヶ月で怒涛の勢いで戦ったので、そういう怖さを楽しさに変えていくことはできるようになってきたので、多分1ヶ月経ったらものすごい楽しい状態でリカさんと戦うことになると思います。辰巳選手はニュー選手のことをデーモンだ、悪魔だって今日、まあ、対戦して、え、悪魔だ、デーモンだって感じた私が、はい、感じたとは言ったんですけど、違いますね、違うと思います。私はリカさんがやっぱり、はい、悪魔だなって、悪魔っていうのかな、なんか、なんか、なんだろう、妖怪なんだろう、なんか悪魔って感じじゃない、悪魔、なんかデビルとか、なんかそういうおしゃれな感じじゃないんですよね、なんか日本から古来伝わる妖怪とか、妖怪、うん、妖怪でもなんかやだ、怖、怒りそう、はい、気をつけます、はい、妖怪と悪魔で白昼に、違います、はい、それは違います、白昼が組んだら正統派王道アイドルタッグなので、はい、そこは誤解しないように、やっぱお互い、はい、高め合ってこのシングルに、はい、清く正しく可愛く臨みたいと思います、はい、いやー良くないですね、非常に良くなくて、いやちょっと調子が悪いのが出ちゃったというか、うん、いやもう三重の本当にチャンピオンとしての貫禄というか凄みがあって、うん、ちょっと有明まで時間がないので、どう立て直していい状態で挑めるか、そこがちょっと今問題だなって思って、はい、焦ります、うん、今日は久しぶりに多分自分とスイングで回されたのかな、はい、
いやーもう今もちょっと危ないですね。回転がとても苦手なので、めちゃくちゃ警戒はしてたんですけど、いやもうジャイアントスイングも本当にいろんな入りとか、もう隙を出したら回されるので、もう回されない、それにつきますね、対策しないとなって、はい。ここまでパートナーとしてやってきたからこそやりづらいっていうのがあるんですかね、はい、ありますね。いやもうパートナーで隣にいるときはもうめちゃくちゃ心強くて、もう強ければ強いほどもう超味方になってくれるので百人力なんですけど、体格に立ったらもう最悪ですもう悪魔みたいだなって、デーモンですね、デーモンです。